おはようございます。公明党の国重徹でございます。身寄りのない人が亡くなって受け取り手のない現金を地方自治体が保管をする遺留金、この行き場のない処理できない塩漬けとなった遺留金が増え続けて、各地の自治体がその取り扱いに苦慮しております。例えば私が在住をしている大阪市、この大阪市が保管をする遺留金は平成29年3月末時点で約7億3000万円になっております。今日はこの遺留金の処理をメインテーマにして質疑をしていきたいと思いますけれども、私が最も言いたい結論部分を先取りして言いますと、塩漬けになった多額の遺留金が発生しているのは、これは立法の不備であって早急にこれに対処しなければならないということであります。まず野田総務大臣にお伺いいたします。全国の自治体で塩漬けになっているこの遺留金があるということ、こういった事実をご存知でしょうか。端的にお答えいただければと思います。総務大臣野田聖子君。お答えします。身寄りのない独居者の死後に残された遺留金を自治体が保管し、それが多額に膨らんでいる、その事実については報道等で承知しています。国重君。はい、野田総務大臣もご存知ということで、ですが、じゃあなぜですね、そもそも自治体にこの塩漬けとなるこの遺留金というものが生じるのかと、順次確認してまいりたいと思います。ご参考までに配布させていただきました資料1のこの遺留金処理の流れの概要、遺留金が塩漬けになるまでと題するこのフローチャート、これはですね新聞各紙他文献を使ってこちらの方でまとめさせていただいたものでありますけれども、このペーパーをご覧いただければと思います。身寄りのない独居者が亡くなった場合で家族や親族に連絡が取れない場合は、これ原則として各自治体が火葬埋葬を行うと、この費用については第一義的に亡くなった個人の遺留金を充てることになると。厚労省、この理解で間違いないでしょうか。厚生労働省生活衛生職員安全審議官宇都宮治君。お答えいたします。ご指摘いただきましたとおり、墓地埋葬等に関する法律におきまして、死体の埋葬または火葬を行う者がいないとき、または判明しないときは、死亡地の市町村長が死体の埋葬または火葬を行うこととされているところでございます。また埋葬または火葬の費用に関しましては、まずは死亡者の遺留金等から充当することとされているところでございます。国重君。はい、そうするとですね、遺留金を火葬を埋葬費に充ててもなおお金が残った場合、その残余の遺留金の取り扱いについてはどうなるのかと。現行法上特段の規定はないので、一般原則である民法の規定に基づいて取り扱われるという、こういう理解でいいのかどうか、厚労省に答弁を求めます。厚生労働省社会援護局長城塚由美子君。遺留金を埋葬の費用に充てた後の残余の遺留金がある場合でございますが、墓地埋葬法におきましても、また墓地埋葬法において規定を順用しております考慮病人及び考慮死亡人取扱い法におきましても、この取り扱いを定めた特段の規定はございませんので、一般法である民法の規定に基づき取り扱われることとなると考えているところでございます。西谷君。はい、じゃあ一般原則である、民法の規定に基づいて取り扱われるということになりますと、火葬埋葬費に充ててもなおお金が残った場合、その残余の遺留金については相続人がいれば相続人に引き渡すと、親とは縁を切ってもう一切関わりたくないと、こういったことなどを言って相続人がその遺留金の受領を拒絶した場合には
法務局に供託をすると、そういった処理の流れになります。一方で問題となるのは相続人がいない場合の残余の遺留金の処理でございます。法務省に伺います。一般的に相続人のいない財産について現行法上どのように処理されることになるのか答弁を求めます。法務省民事局長小野瀬敦君、お答えいたします。相続人のいない財産を清算する手続きといたしまして、民法は相続財産管理制度を設けております。この制度におきましては、相続人のあることが明らかでないときは相続財産は法人とされ、利害関係人または検察官の請求により家庭裁判所が相続財産管理人を選任することとされております。相続財産管理人は相続人を捜索しつつ相続財産を管理清算いたしまして、なお残余財産があるときはその財産は国庫に帰属すると、このようにされております。西江君。はい、ありがとうございました。そうですね、遺留金の、処理につきましては、自治体が、利害関係がある場合はですね、自治体が家庭裁判所に、相続財産管理人の選任を申し立てて、この相続財産管理人というのは、弁護士等がなりますので、その弁護士らに、残った遺留金の清算を依頼することになるということになります。で、この申し立てには管理人の報酬などに充てるために、大体、通常約30万円から100万円程度の費用が必要になりまして、この費用は遺留金の中から支払われることになります。そして亡くなった方、この個人に債権や債務がある場合には、管理人がそれらを清算した上で、それでもなお遺留金が残れば、それを国庫に入れることになります。もっとも遺留金が相続財産管理人の申し立てに必要な費用に満たない場合、例えばですね、身寄りのない人が亡くなった場合に40万円の現金が残ったとします。例えばこの場合、埋葬費等が20万円かかれば、これを当初の40万円の遺留金から控除を引きしまして、残余の遺留金は20万円となります。仮に相続財産管理人の選任申し立てがに必要な費用がですね、30万円とした場合、この残余の遺留金20万円は、申し立ての費用に満たないので、自治体としてはわざわざ公費を出してまで申し立てをする必要はないと、意味がない、かえって費用だるいにあって、市民の理解が得られない、そういったことで、このような場合、自治体は少額の遺留金を歳入歳出外現金として保管せざるを得ないことになりますが、この行き場のない塩漬けとなった遺留金が多額に今膨らんできております。そしてこの塩漬けの遺留金は、一人暮らしの高齢者の孤独死などが今後増えてくれば、それに伴ってさらに増大していくものと見込まれます。そこで一部の自治体はですね、給与の策としまして、残余の遺留金を家財処分とか、また永代供養とか、あるいは地元の社会福祉協議会へのこの寄付などに充てて、使い切っているというふうに聞き及んでおります。しかしこの点に関してですね、例えば生活保護受給者が亡くなった際に残った遺留金を永代供養や寄付に充てることについて、会計検査院は問題があると指摘をしております。具体的には、平成26年3月に会計検査院が公表しました生活保護の実施状況についてと題する報告書の中で、そのことを指摘しておりますけれども、会計検査院はどういった点に問題があると考えているのか、お伺いいたします。会計検査院越山第二局長、お答えいたします。会計検査院は平成26年3月の報告書において、一部を相殺扶助費に充当した残余の遺留金が少額である場合に、
相続財産管理人の選任の申し立ての手続きを行わずに相殺扶助の対象となる費用以外の永代供養料等の使途に充てていた事態について、このような取り扱いは生活保護法第76条等に照らして現行制度上認められないことや、事業主体である地方公共団体が亡くなった被保護者の少額の遺留金を長期間にわたり保管しなければならない状況も見受けられ、遺留金の処理は事業主体にとって大きな負担になっていることなどを検査の状況として記載をしております。そして厚生労働省において残余の遺留金の取り扱いについて、事業主体がその適切な処理を図ることができることとなるよう関係省庁と連携するなどして検討することに留意して、今後とも各種施策の立案見直しなどに努めていく必要があることなどを会計検査院の所見として記載しているところでございます。国重君。はい。ルール、ご答弁いただきましたけれども、先ほどの永代供養とか、寄付などにこの遺留金を充てることにつきましてはですね、要は、相続財産管理人の選任の申し立ての手続きをせずに、法令上の根拠なくですね、遺留金を処分していると、このことを問題視しているわけでございます。私自身もこれはやはり相当でないというような理解をしております。こういった現行制度上認められていない取り扱いを一部の自治体が行っている、この背景には相続財産管理人選任の申し立ての費用に満たない少額の遺留金については自治体が最軽外現金として保管せざるを得ず、それが塩漬け状態となって自治体の負担が増えていく、全くもって価値的でないと、こういった思いもあるからだと推察をいたします。この問題の急所は現行の相続財産管理人制度は少額の遺留金の処理に対応できるものとなっておらず、それをカバーする法整備もされていない、これがこの問題の急所であるというふうに考えます。一言で言えばですね、制度が現実に追いついていないということであります。とりわけこの生活保護受給者の遺留金処理の問題につきましては自治体の負担が今急増しておりまして、この対策が急務でございます。これについて自治体は法改正を繰り返し厚労省に要請をしております。例えば大阪市では平成24年10月、平成26年10月に厚労省に遺留金処理の取り扱いに関する要請をしております。それらの書面の中には遺留金の処理方法について、大阪市は努力してきたんだけれども多額の遺留金を保管せざるを得ない状況であり、その管理や関係書類の保管にも苦慮しているところですと、このままでは処理を進める目処すら立たず遺留金及び関係書類を未来永劫保管し続けることになりますと、こういったことまで述べて法改正等を強く要望をしております。まずこれらの要望について厚労省は認識しているのかと、もう当然認識していると思いますけれども、あえて端的に確認の意味でお伺いいたします。厚労省厚生労働大臣加藤勝信君。今のご指摘、大阪市でしたかね、以外からも含めてですね、いろんなところからそうしたご指摘がございます。大きく2つあると思います。1つは、そして残った遺留金ですね、遺留金を他のですね債権、生活保護者の債権に優先的に充てることができないのかという話と、それから今おっしゃった少額の場合どうするのかということであります。ただこれについてはいずれにしても私有財産ということでありますから、例えばそれを生活保護の債権に優先的に充てる、他にも債権があったときにその順番をどうするのかというような問題、あるいはそもそも亡くなった方の私有財産ってどう扱うのかという問題もございます。そこに大きな問題があるということは我々も重々認識しているんですが、私どもの厚生労働省のこの所管の中だけで解決するというのはなかなか難しい、慎重な検討がいるのではないかというのが今の認識ではあります。栗重君。加藤
厚生労働大臣自らお答えいただきました。今の政府参考人が答えるかと思っておりましたけれども、自ら出ていただきましてありがとうございます。でその上でですね、先ほどの、これも会計検査院の答弁の中でも出ておりましたけれども、平成26年3月に会計検査院が公表しました先ほどの生活保護の実施状況についてと題するこの報告書では、厚生労働省に対しまして、残余の遺留金の取り扱いについて事業主体がその適切な処理を図ることができることとなるよう関係省庁と連携するなどして検討すること、このことも指摘をされております。そこでこの会計検査院の指摘、また大阪市をはじめとする各自治体の要望を受けて、先ほどはもう認識されているということをおっしゃいましたけれども、これまでどのような検討を進めてきたのかお伺いいたします。厚生労働大臣加藤勝信君。まず会計検査院からの指摘でありますけれども、総裁扶助の費用に充てた残りの遺留金を総裁扶助以外の費用に充当している不適切な処理があったという指摘でございますので、これは監査等を通じて遺留金の管理を適切に行うようですね、しっかり周知としていきたいというふうに思っております。また先ほどの遺留、じゃあそれでは遺留金の問題をどう扱うのかということでありますけれども、そもそも民法における取り扱いのお話、先ほど説明がありました。それとは異なる特別な扱いをどうやってやっていくのかということに関しては、なかなか簡単な議論ではないのではないかというふうに思っております。今地方自治体ではその処理に困っているという事情、委員からもご指摘がありましたし、新聞各紙でも書かれているところでございます。それは重々認識をさせていただいているところでございますけれども、先ほどの同じ答弁になりますが、厚生労働省だけの所掌の中で答えを出し得るというのはなかなか難しいという認識を持ちながらですね、我々としてもしっかり勉強はさせていただきたいと思っております。栗城君。今加藤厚生労働大臣がおっしゃる通りですね、法整備等をするにあたってはさまざまな検討すべき、課題もあることは私も承知をしております。その一方で、現実にですね、とりわけ生活保護受給者の、遺留金の処理について困っている自治体が多くあると、これが、今の社会の実態であって、その対策は急務でございます。そこで、さらにですね、加藤厚生労働大臣にお伺いしますけれども、これまでもいろいろ検討してきたことはあるけれども、法務省をはじめとする関係省庁へのさらなる働きかけを含めて、会計検査院から指摘を受けた制度見直しについて、今後どのように取り組んでいくのかお伺いいたします。加藤厚労大臣。基本的な認識は先ほど申し上げたとおりでありますけれども、民法自体を所管されているのは法務省でございます。法務省をはじめですね、関係する官庁とですね、このまず問題を共有し、どういう対応があるのか、いろいろと議論を重ねていきたいと思います。西江君。ぜひ遺留金の問題というのは、今生活保護受給者の遺留金というのが自治体メインで困っているところでありますので、ぜひこの責任感を持ってですね、しっかりと働きかけて連携をして取り組んでいっていただきたいと思います。でこの問題はですね、会計検査院が指摘をした生活保護を受けていた非保護者の遺留金にとどまるものではないんですね。身寄りのない独居者の遺留金一般の取り扱いの問題であります。相続財産管理人選任には相当の費用と手間がかかるために、特に残余財産が少額である場合には、非現実的、非効率的、何らかの立法的解決がなされるべきであって、自治体等はですね、厚生労働省だけではなくて法務省にも法整備等を要請しております。そこで上川法務大臣にお伺いいたします。相続財産管理人制度について、特に遺留金が少額の場合における現実に即した
現実に運用可能な内容へのこの見直し、これが不可欠と考えますけれども、上川法務大臣の見解、決意をお伺いいたします。法務大臣、上川陽子君。ただいま国重委員から遺留金の取り扱いにつきまして対応が現実に追いついていないとこういう基本的な問題指摘をいただきました。法務省におきましても身寄りのない方が亡くなり少額の遺留金があるといった事例で相続財産管理人の選任請求に必要な経費が負担できず対応が困難な場合があるとして遺留金をどのように取り扱うかその対策について要望する地方公共団体が存在することも承知をしているところでございます。この地方公共団体におきまして遺留金の取り扱いどのようにするか今は各種行政法規で規律されているところでございますが法務省といたしましても相続財産管理制度を含む民事基本法制を所管するという立場でございます。ただいまのご指摘も踏まえまして関係省庁と連携をしてこの遺留金の取り扱いについて必要な検討を行ってまいりたいと考えております。国重君。はい、この遺留金の取り扱いの問題これは省庁間のこの連携というのは極めて重要だと思いますので今上川法務大臣おっしゃった通りですねこの関係省庁と連携をして遺留金の取り扱いについてのこの必要な検討をしっかりと行っていただきたいというふうに思います。で現在ですね所有者の不明の土地問題これにつきましては今政府一体となってですね検討が進められているところでありまして私も党のですね土地所有者不明土地問題対策とプロジェクトチームの事務局長を務めさせていただいておりますけれどもこの会議を開催するときには内閣府また国交省法務省農林水産省でまた総務省いろんな省庁がですねさまざま来られて政府一体となってこの問題について対策について取り組んでおられます。今国会でまずは現下の課題をに対応する法案が提出される予定とも聞いております。また休眠預金口座これについてはすでにスキームができましてこれに関する法律は本年1月に全面施行されたところであります。このような中ですね遺留金のこの取り扱いについてはまだ手つかずの状態でございます。国会審議等でもこれまでされておりません。世界でもこの類を見ないですねスピードで高齢化が進んでいる我が国がいずれ迎えることとなるこの多子社会でこの遺留金に関する問題の見直しがされないままになるとこの遺留金一件一件はさほど大きくない額であったとしてもですねこれが徐々に累積され将来的にかなり大きな額となっていくことが見込まれます。この遺留金問題がすでに先ほど申し上げました通り地方自治体からの要請やまた条例制定の動きもございます。こういった喫緊の課題であることからしますとこれ悠長に構えていい問題ではありません。政府内でしっかりと連携をして政府一体となって速やかに対応していく必要があります。私も引き続きこの遺留金の処理の問題については今後もしっかりと取り組んでまいりたいとまた政府の動きも注視してまいりたいというふうに思いますので、ぜひしっかりと取り組んでいただければと思います。でこれまでご質問させていただきましたのはこの遺留金の処理の問題でありましたけれどもこの背景には高齢者の社会的孤立の問題もあるわけであります。それを助長する一因でもある問題として耳が聞こえづらい難聴について最後に質問をさせていただきます。難聴とりわけ障害には至らないけれども聞こえづらいという方へのこの支援というのはこれまで踏み込みが浅くてですね十分光が当たってまいりませんでした。これに私は少々危機感を覚えまして
これまで私は厚生労働委員会希望してもなかなか所属できなかったんですけれども、所属したことありませんけれども、予算委員会の分科会などで、機会があるごとに繰り返し繰り返し、この施策の充実を訴えてまいりました。日本には、身体障害者手帳の交付を受けている、聴覚の障害者が約、36万人います。しかし実は日本の聴力障害を理由とする、障害認定の基準は世界的に見てですね、結構ハードルが高くて、WHO の基準では補聴器が必要とされているこのレベル、耳元で大きな声で話さないと聞こえないレベルの方というのはこれ数多くいらっしゃいます。2015年に一般社団法人日本補聴器工業会が中心となって行ったこの調査によりますと、日本人の1割以上およそ 11.5% が難聴の自覚があるということでありました。また難聴と推定される人の約半数はそもそも聞こえの不調の自覚がないとのデータもあることから、実際にはもっともっと多くの人が潜在的な難聴者であるというふうにも思われます。私はこれまでの質問の中でまずは実態把握をして、その上で適切な施策を講じてほしいと訴えてまいりました。その結果、平成28年実施の生活のしづらさ調査において、サンプル調査ではありますけれども、初めてその実態を把握しようとの試みがされたとの報告も受けております。これは大きな一歩であると評価をしておりますけれども、これまでこうした方々の数も把握されていなければ施策も講じられてこなかったわけであります。これははっきり言ってですね、縦割り行政の弊害だと思います。先ほどの遺留金の問題もですね、私去年でも省庁を読んで、議論しましたし、今回のこの予算委員会の質疑をするにあたっても省庁を読んで、質疑をしました。いろいろディスカッションしましたけれども、どうしてもやはりこの押し付け合いというかですね、この縦割り行政の弊害というものをその時、感じました。聴覚障害では障害担当、また子どもの難聴は子ども、高齢者は高齢者と、それぞれの部局でこれまでは完結していたので、その射程から抜け落ちている人を把握する、目が、必要性が失われていたわけであります。難聴の問題は医療、保健、福祉などの関係部局がしっかりと連携していくことが大切であります。私は昨年の予算委員会の分科会においてもこの点を指摘したわけでありますが、厚労省としてその後どのように取り組んできたのか、また今後どう取り組んでいくおつもりなのか、加藤厚生労働大臣にお伺いします。加藤